笑えなくなってきてるんだって。はい、朽木ルキアさん対戦よろしくお願いします。まあ僕自身、まあ、ブリーチ一周してるぐらいなんで特別好きとは名乗れないですけど、朽木ルキアは知ってます。皆さんはブリーチ好きでしょうか。はい、僕はブリーチ普通です。はい、ということで朽木さん対戦よろしくお願いします。あのレート溶けてメンヘラになる男、あの前回のタイトルですね。さてガルランドと、まあ、ガルランドに関しては不思議花が強いようで本当に強いのかわからないね。いやーどうしようか。まあこっちのなバナを考えると、なんで好き感出したんだよって。いやまああの嫌いじゃないけど、あの話してて語れないなって思ったから、あのやめたわ。ちょっと待って、ちょ一回集中してゾーン入るわ。本気のゾーン入るわ。これか、今から入ります。ゾーン入ります。ちょバカにしてるみたいだけど、ゾーン入ります。さてどう入りましょうか。よし、メガ進化、え、メガ進化はありの、あれにしてる、あのケンタリサギドリガスクじゃない方ですね。フラグメガするとき挽回して。いやさすがに他人のネタは取れん。ライバロリさんに怒られてしまうので挽回はできないですね。はい、すいません、今のちょっと気合入ったから。ゾーンに入ったバンビアム的、その通りゾーンに入った俺は止められない。ちょ待って待って、ガルーラ待って、俺グロスから投げてたか、何から出したか忘れてたわ途中。絶対ウルガモスいそうだよね。いないんか。しかも相手のクオリティ低い。低いか、そうか、まあ、そういう考えもあるよ。ちょっと悲しい。残月、いや挽回は言ってたよね。ゾーンに入ったバンビー、略してゾンビー。バンビーさんって童貞ですか。まあイケメンじゃないし童貞やろ。さあね、有名になって女食ったる。嘘です。さてこれ、あの切り抜かないでください。嘘なんで。